グランパンパスです。本日が仕事納めという方も多いようですね。私はまだまだなんですが、いろいろとね、年末まで本当にやらなきゃいけないことがいろいろあるものですから、まあ仕事納めの方もまだの方も良い年末が過ごせるように、そして年始が迎えられるようにと願っております。それからツイッタートレンドで草薙剛さんが、出ておりましたので、何かなと思ったら久々の地上波ということで、はい、草薙剛さんが NHK の朝一というね番組に出たということで、それが話題になっておりました。それから1月2日の出川哲朗さんの例のバイクのバラエティで、草薙剛さんと稲垣吾郎さんと香取慎吾さんが出るということです。バイク番組なんで、私たちとしては出てほしい方がいらっしゃいますね。菅原莉子さんです。はい、ぜひぜひ出てもらいたいなと思ってます。ここ最近のねツイッターとかでのもう大物芸能人との写真とか随分撮ってますが、それ本当にありえるんじゃないかなって思ってますね。ぜひ出てもらいたいなって思っております。そして今現在健音さんの YouTube のチャンネルの、概要欄のところを見ているんですけれども、私健レイディオを毎週一応聞くことにしておりまして、前回と前々回は沢村一樹さんがパーソナリティを務めておりました。で、前々回の時に沢村一樹さんの方からの発表がありまして、ちなみにそちらは YouTube の方でも健音さんのオフィシャル YouTube の方でも載っておりますので、ぜひチェックをしていただければなと思っているのですが、まあ健レイディオから始まって、健音所属の俳優女優アーティストが出演、健音創立40周年&日本放送開局65周年記念イベント、こちらが行われるということです。日程が2020年5月9日土曜日、場所が東京国際フォーラムホール A ということで、詳細は年明けに発表予定ということなんですが、この後が重要ですね。皆様からイベントアイデアを募集、健音40周年記念イベントアイデア、メールで ken@1242.com にお送りくださいと書いてあります。こちらなんですけれども、イベントアイデアと書いてあるんですけれども、私もここにちょっとメールを送ろうと思っております。山口真帆さんに何かをやってほしいなというか、まずその出演をさせてほしいなっていうところがあって、それからライブビューイングとかもね、できればやってほしいっていうのもありますね。いろいろとアイデアを募集ということで、山口真帆さんのファッションショーとかね、そういうのをやってもらったり、山口真帆さんに限ったことではないですが、ぜひぜひ動画せっかく見てくださった方は、メールで山口真帆さんに関する何かの、アイデアを健音さんに送ってみてはいかがでしょうか。それから健音のYouTube もぜひ見てください。健レイディオでね、沢村一樹さんがその発表したところの音声ね、YouTube で見れますから、はい、いい声です沢村さん。それから前回の私の動画に関してですが、結構いろいろやっぱりご意見をいただきました。私の考えは述べた通りなのですが、動画の中でコメント欄の方でやっぱり人によって意見が違うことだなっていうのが分かりました。複雑化をしているっていうのがやはりありまして、山口真帆さんの件、 NGT48 の件、たくさんの意見が出ているんですが、結果的にそれが良かったのかなっていう部分もあって、いろんな意見が出てくることによって、その自分自身の意見がこれで本当にいいのかとか、いやこれは正しいんだっていうのとか、いろいろとな人が思うことで反対意見とかもあるわけですから、もちろんそういったことでみんながこの県に関して頭の働きがすごく活発化したというか、普段は出さないようなアイデアとか、その気づきとかもたくさんの人がしていて、結果的に風化をさせようとしたことによって、みんなの感情とかその知性というのがそれによって強化されて、もう隠蔽するなんていうことは全く不可能になってしまったんだろうなっていうところってありますね。はい、ちなみに今私の、はい、YouTube チャンネルのところの動画見て、おすすめ動画のところにエラテンさんと、それからゲーム実況者のキヨさんが右下の方に載ってまして、まあタッケンさんも載ってますけれどもね、以前はここにシークレットナイトさんとかがね載ってたりとかしたんですけれども、エラテンさんとかキヨとかね、私が普段何の YouTube を見てるのかこれで分かってしまいますね。それから最近コメントとかツイッターとかをしている方で、実際に動画を上げる方が何名か出てきております。
以前ご紹介させていただいたニジンスキーさんっていうね、山口真帆さんへの応援の動画を上げて、私もコメントさせていただいた動画がありまして、それとあの深紫の人というコメントをしてくれる方がいらっしゃるんですが、この方もその動画を上げていらっしゃいまして、私も3つほども見させていただきましたけれども、ということなので、リンク貼っておきますね、私のところからも。実はその深紫の人さんのコメントから画像をクリックするとそちらにも行けるんですけれど、リンクで貼っておいた方が皆さんも分かりやすいかなという気もいたしましたので、はい、ご紹介をさせていただきます。最近ね、やっぱり YouTube とかね、ショールームとか17とか始める人が多くて、日野健さんが17ライブを始めるっていうのもあって、一応コメントもさせていただいておりますが、自分自身で発信できるっていうのが、やはりこの平成後期から令和の時代の特徴だなっていうのはあるじゃないですか。山口真帆さんも Twitter とかのショールームとかがなかったら、本当に全然運営に対抗できなかったわけですよね。もちろん私たちはあの山口真帆さんほど の効果的な使い方っていうのはおぼつかないわけですけれども、でも自分で情報を発信できるっていうのは素晴らしいことだなと思っております。その中で多分シークレットナイトさんがね、あの撒いてくれたその種というか、その私たちの気持ちを受け継いでくれる方がいらっしゃいますので、私も微力ながらお手伝いをさせていただこうと思いますし、宅建太郎さんが一番新しいやつで、今ちょうど私の動画のおすすめにも出ておりますが、 AKS の弁護士さんが、まあその暴行事件はあったっていう風な主張をしているというところもあるようでしてね、私の動画で紹介した中で AKS の中にも改革派というか反社長派というのがいるんだろうなっていうところをこの吉川圭一さんが主張しておりましたけれども、もしかしたらその、ね、秋元康さんとかが絡んでいるのかなっていうところとか、あるいはもっと違う力が絡んでいるのかとか、いろいろと思いますが、いろんな意見があった方がいいと思うのでね、宅建さんも、小市さんもそうですけれども、あの深紫の人さん、ぜひあの皆さんチェックをしていただければなと思います。あとは全然関係ないですが、あのエラテンさんとキヨもとても面白いっていう言い方はあれですけど、とても良い YouTuber なのでぜひご覧ください。キヨは面白いですけど、エラテンさんも面白いけど、あのちょっと扱ってる内容がね、いろいろとかなりディープなのでね、面白いで片付けるとまずいのかなっていう、よく考えたら今結構まずい言葉出てんな。まあいいか、大丈夫だろうきっと。はい、ではこの辺で失礼いたしますね。私の動画チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。動画作成情報収集の励みになります。はい、まあ、まだ私は仕事納めではないので、仕事ね、行ってまいりますので、もう仕事納めの方はごゆっくりとお過ごしください。それから先ほど紹介した健音さんのイベント、とても楽しみですね。いけるのかな、私とりあえず応募はしてみたいなって思ってますけれども、はい、山口真帆さんが出る出ないかかわらずちょっと応募はしようと思います。ただ出てほしいです、当然ですよね。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。